田村厚生労働大臣は2月下旬までの新型コロナウイルスのワクチン接種の開始に向けて作業を急ぐ考えを表明しまししままた。たううう田村大臣はこのようにに述べ、2月中旬頃までにワクチンをを承認したい意向を示しました。 一方で客観的に安全性と有効性が認められないと承認ができないので。審査について予断を持っているわけではないと指摘しました。新型コロナウイルスの変異ウイルスへの感染者が静岡県で確認されたことについては。見つかったエリアでは可能な限りすべての検体を調査する必要性を強調しました。感染拡大緊急警報を発令中。 こうした中静岡県の川勝知事はきょう、今日県独自の感染拡大緊急警報を出しました。感染防止対策のより一層の徹底を呼びかけるとともに、医療提供体制を強化します。